皆さんこんにちは、トワのフワです。今日は、台湾のコンビニで、びっくりしたことを、皆さんに紹介したいと思います。はい、ではまず、はい、開いてますがさつまいもです。皆さん、さつまいも見えますか？さつまいもです。はい、台湾のコンビニで、さつまいも、ね、どこでもあると思います。それから、一年中ありますよね、皆さん、うん、でも日本は、コンビニで多分見たことがないと思います。それから、焼き芋ですね、さつまいもが売ってる時は冬だけですね、秋とか冬だけで、うん、夏とか春はないと思います。であとね、多分日本へ、行ったことがある人はもしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが、日本のさつまいもは、皆さんトラック分かりますか？トラックで、売っていることも、あります、うん、でも昔はよくありましたが、今は、かなり少ないと思います。で、その運転してる人が声で石焼き芋、お芋、って言いながら車を運転して、で買いたい人はこうやって外に出て、あ、すいませんって言って買います。はい、私も買ったことがありますが、結構子供の時ですね。あ、皆さん見て見て、さつまいもです。美味しそうですね。あ、いただきます。あ、うん、思ってる、うん、焼き芋を私食べるときはいつも豆乳がお友達です。一緒に食べます。で、日本も、ね、もちろん豆乳は売ってるんですが、種類が、うん、台湾に比べて少ないと思います、うん、でそれから日本の豆乳はなんか、うん、コーヒー味とか、なんかバナナ味とか抹茶味とか、結構甘いのが多いですね、うん、台湾の豆乳は本当に美味しくて安い、うん、あと砂糖の量とかもいろいろあるので本当にいいと思います、うん、私はそうですね、よく飲んでいます。いただきます。美味しい、うん、いいですね、美味しいです、うん、じゃあ次ですね、皆さん好きですか、ね、これ多分日本語で、茶葉卵と言います。うん、あ、いい匂い私が、台湾に来てからコンビニに入った時に、なんか、ん？なんか、もう何の匂いかなと思って、最初は分からなかったんですが、後で、台湾の友達に聞いて、あ、この匂いだと、茶葉卵の匂いだと分かりました、うん、私これもね、よく食べますね、はい、日本のコンビニではまず、うん、売っていません。スーパーにもないと思います。これは本当に台湾のコンビニだけ、うん、だと思います。はい、皆さん、ホットドッグ、あ、ホットドッグ、違う、ホットドッグ、はい、皆さんね、ホットドッグ、ね、日本のコンビニにもあります、うん、あのレジの横にあるんですが、この台湾のコンビニのこのホットドッグが置いてある機械、わかりますか？皆さん、こういうぐる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 、こういうあのホットドッグが回っている機械ですね、これはまず日本のコンビニでは見たことがありません。なので初め見た時はちょっとびっくりしましたね。じゃあ、これが、私が、台湾のコンビニで、びっくりした、食べ物や飲み物です、うん、他にもこれは台湾のコンビニだけですっていうものが、あったら、皆さんぜひ、コメントで教えてください。それから日本のコンビニへ行った時びっくりしたことがあれば、それもコメントで教えてください。はい、じゃあ皆さん、またね、さよなら。